ウルスラ・ドナーとは、旧東ドイツの陸上競技選手。1950年代から1960年代にかけて活躍した女子短中距離選手。1960年ローマオリンピックの銅メダリストである。ラトビア、サルドゥス州出身。ドナートは現在のラトビア出身であるが、第二次世界大戦により、ラトビアからポーランドのポズナンに転居した後、第二次世界大戦後は、東ドイツのベルリン南方のブランデンブルク州、ルッケンバルデに移り住みここで育った。1952年に東ドイツ選手権の800メートルを制し、初めての国内タイトルを獲得。1953年から1955年にかけて400メートルで3つのヨーロッパ新記録を樹立。しかし、1956年メルボルンオリンピックには、女子400メートルは正式種目ではなかったため出場はできなかった。1958年に長男を出産。そのため、1958年のヨーロッパ選手権には出場はできなかった。2年後のローマオリンピックでは32年ぶりに女子800メートルが正式種目として復活。ドナートは2分05秒6でソ連のリュドミラ・リセンコ、オーストラリアのブレンダ・ジョーンズに次いで3位でゴール。銅メダルを獲得した。1961年に現役を引退。1991年までザクセン・アンハルト州にあるマルーチン・ルター大学で体育の教師を務めた。ありがとうございます。